あ、おでん好き？好き。お、好き？うん。それ何？ちくわぶ食べたことない。ちくわぶ食べたことないの？嘘やろ。嘘やろ。ちょっと待って、一回箸置いて、箸置いて。え？ちくわぶ食べたことないの？ない。ちょっとひとみちゃん、ちくわぶ食べたことないって。え？えー、じゃないよ。え、ひとみちゃん、ちくわぶ食べ、もう何年ぐらい食べてない？3年いいよいいよいいよそれよ。え、本当にちくわぶないの？ない。関西ってちくわぶないの？え、ないんじゃない。嘘でしょ。食べたことない。もう俺たちはね、みなみちゃん俺たちあるよね。あるある。おるおる。何味？え、本当の何味？味なんかないよ。ちくわぶって味なんかないんだよ。ちくわぶって味ないの。だから嫌われてんの。あ、そうだ。だから3人に1人ぐらいちくわぶ嫌いっていう人多いよ。おいっていうか苦手っていうか。食べていい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 。ほらな、わかるやろ。ちくわぶって嫌い、好き嫌い分かれんだよ。これ何って思うやろ。これ体の栄養にどこになるのって思うやろ。これ栄養ないらしいよ。あ、そう、見た目のちくわからちくわぶ。あ、おふのふ。え、ちくわぶのちくわ鍋。え？ちくわ。ちくわのふ。おふ。そこまで言ったらもうネットで調べて、俺も全然わからん。ちくわぶの由来。そういうことか。そういうことじゃない？え？大事なの。あ、いいいい。そう、床にもほら水を与えないとほら床も生き生きしてこないから。それそれ。食べてください。ごめんね、リストカットしてて。ほらリストカットしてる。リストカットじゃない。リストカットして何年ぐらい経つの？3年ね。うまいね。ということで、さようなら。はい。